でね、俺将軍でも徹底的に光月家に関するものをね、しばいてったんで、こんな簡単に排除できたのか。刀ってのまたこれ和の国に戻ったらいいな、世界一の剣豪を目指してほしいっていう意味でゾロにあの刀を託す。おお、どうも、声聞いだけです。今日は7月4日に発売されたばかりのワンピース93巻の、まあ、感想まとめとか気になることを、まあ、発表しようっていう配信なんですけど、ね、相方がなぜかいない。やばい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 、謎の招待状。してるやん、あった。はい、謎の招待状です。なんでドラえもんみたいな取り出すの。いや、これなんかある人として僕のポストの中に入ってたんですよね。僕のポストって何なんの。ああ、間違いません、すみません、僕んちのポストの中に入ってたんですよ。どっちも同じやろ。どういうことやねん、それは。いや、なんかほら、海賊万博招待状っていう。ああ、これあれでしょ、93巻を買った人についての特典のやつでしょ。はい。で、あの8月9日にワンピースサンビードの映画をやるんで、それのまあ招待状が今回の特典についてるよってことなんで、そうです。まだ買われてない方はぜひね、この特典が後で買われた方がお得だと思います。肝心の93巻はちょっと持ってくるの忘れたらもう一回。なんでこれだけ持ってくるの。これだけのこれどうでもええ、今招待状は。やばい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 、ワンピース93巻へー。はい、まあ、というわけでですね、はい、まあ、ワンピース93巻を、うん、用意してまいりました、はい。まあ、今回サブタイトル「エブ市長の人気者」ということで、おお、まあ意外な人物にまあ焦点を当てられてる感なんですよね。意外な人物に焦点が当てられてる、はい、はい。まあ、その詳細を今から話していくんで、皆さん93巻をお手元に置いてね、あの僕たちの感想をまとめ会を一緒に楽しんでいきましょう。まあ、というわけでね、じゃあ早速まずは表紙から見ていこうと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり表紙と言ったらパンダマン最高。そう、パンダマンと言ったら今回ペラッと探したら、うん、パンダマンより目立つおっさんが2人。そうだよね、これ刀からなんか人入ってるよね。そう、まあ、なんかこれね、92巻か90巻の、ね、SBS の擬人化のやつやと思うんすけど、うんうんうん、こんな気持ち悪いんやって感じですよね。いや、ゾロの刀こんなおっさんやったら嫌やわ、なんかねえ、うん、なんでこれやったらワンピース売れてなかったっすね。売れてない、うん、間違いない。で、肝心のパンダマンは一応クイーンのところにいるっていうね。なんか髪の毛がポコポコポコってこの辺の丸にいます。そうそう、そんなとこおるんって感じですよ ね。はい、というわけでじゃあ小池さんよろしくお願いします。いつも読んでくれるんじゃないの。いや、もう今日は小池さんが行きましょう。まあ、前回の92巻がどうやって終わったかって言ったら、はい、まあ、麦わらの一味、まあ、ルフィはちょっと囚人採掘場で捕らえられちゃってるけど、はい、その他みんなロビンだったら屋敷図を手に入れようとか、うん、みんななんか各地でお仕事してるやん、ここにね。そうですよね、それぞれがね。そんな中でもロビンが、はい、まあ、オロチの屋敷に侵入して、はい、福六十っていうね、あ、やつらに見つかっちゃったんだよ。そうですね、鬼は番衆ってやつらね。そう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 、絶体絶命のロビンどうなんのっていうところが、まあ、最後だったんだけど、はい、その続きから始まります、はい。第932話、将軍討伊乱ということでね、お、いきなりすごいタイトルきたね、うん。ベベンベンベベンベベンベンベンって感じで始まります、はい。小紫が例の狐のお面をね、ベビーメタルみたいなお面をつけて演奏しておりますと、うんうんうん、おお、いつものあの曲、そうそう、この曲じゃ苦しいじゃないということでね、この時はね、オロチ将軍すごいご満悦なんですよ。そうですね。でね、小紫にめっちゃ惚れてんだよね。もうベタ惚れよ。そんな好きなんっていう感じ。この曲を演奏するときに絶対小紫はもうお面をかぶってると、うん、その辺の秘密をね、早く知りたいって感じ、ね。まあ、そうですよね、なんでお面なのっていう。そうで、場面変わりまして、オロチ城屋敷内のそのロビンのところにね、スポットが当たるんですけど、うん、牛光こそ花の都のお金の流れを調べに来たのっていうふうにうまくごまかすんですが、そう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 、気の利いた答えだ、捕らえようっつって福六十にね、そうバッて、で、みんながファーンって一斉に攻撃しだすんですよ。そう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 、そうで、官僚牛光小僧が先ほど都に現れたところって、まあ、そうなるんだけど、うん、ふわってその瞬間消えるの。ハラハラってね。そう、これハラハラの実の能力だよね、うん。2年間の修行を経てロビンはこの分身を作れるようになってて、そうですね、魚人島でも披露されたけど、そう、だからこれ気になるのはさ、うん、これ何体分身できるんだろうね。おお、確かに今のところ出てるのは一応2人にできるってことですもんね。そう、だからロビンって結局戦闘員ではなくて考古学者だから、はい、戦闘向きではないんだよね、あんまりね。まあ本来は。そう、でもこうやって隠密行動とかするのだって、うん、もし10人とか100人に分身できるんだったらめっちゃいいと思わない？すごい強いですね。そう、だって下手したらまだ革命軍の本拠地ロビンおるかも分からへんで。ほんまや、これ本体かしらみたいな。確かにね。
革命軍用のロビーみたいなね。そうだよね。うお、そうだから、その後危なかった、念のために分身を使っておいてよかったって言って焦ってるロビーの描写なんだけど、こいつ自体も分身の可能性あるもんだってね。確かに、そういうのがちょっと面白いんだよ。なんかそう想像できるのかね。そうっすね。そう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 。で、場面変わって、まあまあロビーもから命からがら逃げたんだけど、うんうん、オロチの間のところにまだ移動するのよ。で、私は鬼ヶ島に興味がとかっていろんなことをまた情報を探ろうとするんだけど、そこにいろんな事件が起こるんだよ、うん、まずね、オロチってめっちゃ小心者やんか。だからまたね、その通りじゃ京四郎、敵は常に圧倒的な力で潰さねばなる、もう二度と歯向かうて、このようにな、たとえ亡霊であってもな、って言って、まあ、赤瀬役人男に昔襲われたわけね。で、今、光月おでんを処刑して成り上がったのが、まあ、オロチ将軍なんで、復讐を恐れてるわけですよ。そうですね。すでに赤座役人男は死んでるし、おでんも死んでるから、うん、まあ何を恐れとんねんってことなんだけど。そうそう、まあだって20年経ってるからね。そうそう。でもね、光月時様ね、うん、奥さんが残した予言で、まあ20年目のね、今年が復讐の年と、おでんの意志を生きとるっていうふうに固くなに言うんだよ。そう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 。で、それを聞いてモブたちが、また始まったみたいな。あー。だってね、オロチ将軍でも徹底的に光月家に関するものをね、もう芝居てったんで、そこ、これって言われるこんな簡単に排除できたそう。で、そのリーダー、キエも頭の切れる男って、もうほんととにかく恐れてんのね。そう。で、それ言えば言うほど、みんなね、プププププププって爆笑仕掛けてるんですよね。笑ってんのよね。そりゃそうだよ。だってもうすでに死んだ人の話して、何をそんな怯えてんねんって話よね。まあみんなね、もう、いいやん、もう会社でもさ、上司がおって、なんか失敗した時なんか、笑いたいけど今笑うタイミングじゃないみたいな時。あー、怖い学校の先生がこけた瞬間を見てしまった時みたいな、ね。俺それも結構笑ってまうけどな。それは怒られますね。いや、ダッシュで逃げるんだ。いやいや、あの、排除されますよ、これで。ペペペペって。そうか、だから単位もらわれんかったから、俺。そんな感じで、はい、笑いを我慢してるんだけど、男ちゃんだけはね、笑っちゃうんだよね。そう、あははははーってね。そうそう、笑っちゃうんだけど、誰じゃ、まさかわしを笑ったのかってことでね、ギロっていう風に、うん、オロチもすぐ気づきます。そう、笑ってたのが男ちゃん。そう、かまどの男ちゃんね、お蕎麦もらってた、うん、かわいい女の子ね。そう、男ちゃんってロビンも心配してるんよ、うん、深いな、わしは将軍であるぞ、20年前の遺恨、わしが恐れてるとも言いたいのかっていうことで、キャーって感じなんだけど、うん、やめんなし、殿、まだ幼子でありんすということで、ね、そう、小紫が立ち上がるんですよ。そう、小紫が助けてくれるんだよ、うん、で、そこでね、弱き女がご所望ならばどうぞ切り捨てなさいまし、わしきは武士の娘、無様に生きはしないということで、めちゃくちゃかっこいいね。武士の娘ね。そう、武士の娘大事だと思わない、うん、だって今まで昭和の女で通ってきたわけやんか。そう、それ急に真の通った素敵女性に変わるわけね。え、で、ここでね、オロチ将軍はね、ヤマタノオロチと変化するんだけど、これはっきりと姿が見たの多分これ初めてだね。ですね。そう、まあヤマタノオロチになってもダサいんだけどね。なんかかっこよくはないっすよね。そう、シュッとしたなんかシェンロンみたいなのを期待してたから、うんっていう、なんか王冠かぶったまんまやしみたいな。そうそうそう、まあつまりね、あのオロチ将軍を笑ってそれを止めたのが小紫。そうで、なんとオロチ将軍にパシッてやっちゃったもんだから、そう、それをね、修羅場でござるって言って、最後ね、京四郎の刀チャキッて抜くところで終わるのよ、うん、そう、もう続けていくよ。第933話、武士の情け、うん、ということで、まあ簡単でどういう話かって言ったら、うん、心より命を超えば罪を軽くしよう、まあつまりそのオロチは小紫に惚れてるんで、うん、まあなんとか生かしてあげようとするんだけど、 そこで現れちゃったのが京四郎さんがね、うん、刀を抜いてズバッと切っちゃうんだよ、これが。そう、切るのって感じですよね。そうそうそう、これ意外じゃない。そうね、すっげえ重要人物なわけよ、小紫って。多分ね、それここで命絶っちゃうのと。ねえ、ただね、やっぱジャンプ読んでる時もこれ死んでへんやろってすごい思った。なんでかって言ったら、さっきの活躍を見てもやっぱ小紫っていいやつなんやなっていうのと、うん、で、また京四郎親分もなんていう異名かって言ったら、居眠り京四郎だよ。だから人を眠らすような、まあ、剣を震えるのかなみたいなことも考えると、ありえますよね。そう、なんかここで、ね、新しい疑問があるんだけど、なんかちょっと面白い、ワクワクする展開、次が早く見たいみたいな。で、オイラが切られた、小紫太夫が人たちにっていうことでみんな慌ててるわけよ。で、その瞬間にまあオロチが発狂しとんだよね。そう、だって小紫にめっちゃ惚れてたんやもん。それをね、自分のね、忠実なる部下、まあ
京四郎親分だけど、なんで切ったんやって。と、まあ一応やっぱ京四郎の弁としてはね、まあ、将軍に逆らって俺は大罪人やから切らなあかんやろっていうね。そうそうそう。まあいう心情のこと切ったんすけども。うん、でもオロチ王もそれ納得できないから、そもそもお前が笑ったからいけないんやろみたいなことで、男ちゃんをまあ殺そう、まあ襲うんだよね。そう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 。そうそう。で、まあロビンとかナミもそこで参戦してきて、なんとか逃げる感じになるんです、ここで。ほんとギリギリね。そう、ギリギリね。うん、で、場面変わって、和の国、クリ、おこぼれ町ということで、うん、おりんさんことビッグマンが、そう、まあ記憶を失ってないけどね。そう、これ完全ペコちゃんやろ、ベロベーって出して。確かに。そうそう、ここって。こいつはすごい可愛らしいんですけどね。めっちゃ可愛らしい。でもこのね、お茶屋さんあるやんか、そのおつるさんがっていうところなんだけど、うん、今回の93巻の中で面白いポイント2つ僕あって、そのうちの1個目がここで出てくるんだよ。え、ちょっとゾロに関することは物語に後半出てくるので、ちょっとお楽しみにしますね、はい。最後まで絶対見てくださいね。はい。はい、で、それちょっと1つ目なんだけど、はい、このビッグマンさんって4校ですやんか。4校ですね。そう、可愛らしくそのお茶屋さんのその椅子に座ってるのが可愛いんだけど、うんうん、ここって実は和の国に着いたばかりのルフィが座ってた場所でもあるんだよね、はい、おー、同じくおつるさんのお茶屋さんに座ってたわけやんか。確かに。そう、だからルフィも今や4個目5校かな、うん、の仲間入りとか言われてるわけやんか。だからルフィが座った椅子にビッグマンも座るっていうのがなんか、ね、なるほど、そういう言葉にはないなんか描写がすごい好きで、同じ椅子に座るっていうね。そうそう、そういう感じを、そういうのがなんか933話の僕の中の面白いポイントです、うん、なるほど。はい、次は第934話花の兵五郎ということで、はいはい、和の国近海でね、何やら怪しい感じですよ。うん、一隻の船が出るんですけど、なんとそれがビッグマンの海賊団。そうそう、言ったら子供たちがね、おかん助けようと思って、うん、まあ来てるわけですよ。そう、ママのビブルカードは無事だ、つまり生きてる、これも奇跡だなってペロスベロも言ってます、うん、そうで行くんだけど、まあ、その後どうなったかはここでは書かれてません。そうで、場面がいろんなことで変わっていくんだけど、はい、まあ、おりんさんがね、本当にいいやつみたいになってんのよ。そう、そう、推し力がどうしても伸びたいと、うん、で、うどんみんな覚えてる、そのルフィが囚われてるところね。そう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 、そこにチョッパーと桃之助とおきくとお玉で向かうんだよね、うん、っていう風なことが書かれてる。これが、ね、後々重要なことになってくるんで、よく覚えておいてほしいね、うん、で、その間にあの少しでもね、桃之助は強くなるとって修行するんだけど、そうそう、ここで言ってるのがスナーチ。スナーチどういうことだろう。なんでかって言ったらね、はい、桃之助さん今の掛け声どこで、スナッチか、海外の剣の掛け声でござる、うん、ゾロ十郎が教えてくれた、勇気が出るとき心を奮い立たせる間違いだと、うん、って言うんだけど、どうやらね、なんか良くないらしいんだよ。あー、でもそこね、こう後々重要なことになってくると、ね、スナッチって言葉とゾロが教えたってことを皆さん覚えておきましょう。そうですね。で、まあ、まだまだ場面こう変わるんだけど、場面変わらせてうどんね、はい、で、そのそもそも花の兵五郎親分っていう、まあ、感じやったわけよ、サブタイトルが。そうですね。今まで表示表示ってあってたルフィのなんか相方みたいな小さな、そうそう、老いぼれじじいみたいなね。これがなんと花の兵五郎親分だったわけですよ。そう、まあどういうことかって言ったらヤクザの大親分みたいなやつやったらしいんですよ。そうそう、裏の顔役と言われてて、そう、だからこれめっちゃ重要人物やってんな。おー、助けといてよかったって感じですね。そう、見た目ヨボヨボやけど、うん、強い、まさにスターウォーズというマスターヨーダみたいな、もう、あー、見かけによらない感じね。はい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 、はい、もうどんどん言いますよ。第935話クイーンということで、はい、なんと うどんにねクイーン様がやってくるんだよ。そう、歌いながらね。そう、それも相当やっぱ強い感じだと思うんだけどね。うん、そう、まあルフィたちはね、まあそのうどんでもめちゃくちゃ今暴れとるから、うん、処刑やということでね、そう、処刑されることになるんですよ。そうなんですよ。どうやって処刑されるかって言ったら、土俵みたいなのを用意しちゃって、まあ、相撲なんだけど、土俵の外に出たら負け、うん、もう死んだら負けみたいなもんなんだけど、そうそうそう、まあ、首はつけられるんだ。あの天竜人につけるようなね。そう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 、映画バトルロワイヤルとかつけた、その何、今回は爆弾じゃないんだけど、そうそうそう、あの歯がカシャーンって出てくって、そう、首がもうちぎれちゃうようなものをつけられて、もうずっとずっと戦い続けるみたいなこと言われちゃいます。だからもう負けられない相撲ですよね。そう、まさにその通り、うん、でそれも始まります。でもそれでまた場面変わります。はい、はい、皆さんお待ちかねの、幸せパンチのコーナーです。あー、アルバスタ以来ですよ。そう、久しぶりにね、扉絵とかでちょいちょいあったんだけど、入浴シーンね、うん、ここでナミとロビンの入浴シーンが出てくるんですけど、そうそう、なんとね、ここに隠れてたやつがね、いるんですよ。それ誰かっていうと、おそばマスクことサンジなんですよ。そうそうそう、前回ページワンと戦った時にジェルマの力を借りてステルスブラックになったんだけど、消える力が、まあ、備わったと。そう、それでいつかは風呂を覗くんだろうな、アブサロンみたいにと思ったら、そう、
もう覗いてるっていうね、速攻行くっていうね。そう、この直前にもう3時みんなと打ち合わせしてんねんけど、もう女湯とかもうなんか全然上の空なのよね。そうそうだってページ1との決着どうなったのとかさ、みんな気になってんやん、もしかしたらとかさ。そう、あの人どうなったって3時のことだから、なんか侵入してうまくやってて、どこに侵入しとんねんって話しますよね。そう、これはまあすごい楽しかったです、この会話。というわけで、まあ無事ね、そのお風呂屋さんも結局その新内の飛び六本のね、ドレイクたちがやってきて、そうそう、うん、絶対絶命だったんだけど、本当にここも3時のおかげで助かるんだよ。そうですね。で、場面変わって今度はね、和の国リンゴっていうところでも外れの方ね、うん、右上のそこでね、牛鬼丸っていうやつが出てくるんだよ。そう、そう、刀コレクターみたいな感じで、うん、で、まあ、で周水はもともとゾロが取られちゃってるから取り戻しに行ったところでこの橋のりで出会うんだけど、そう、まさにこれ武蔵坊弁慶みたいなもんですよね。そう、でっかい薙刀持ってね、そう、後ろにたくさんの刀を持ってるんだけど、うん、でもこの時ってもう刀とかってみんな取り上げられちゃってるわけ、オロチ将軍に。だから刀コレクターたくさんの刀持ってるから、ここでたくさんの刀っていうのを後々役に立つのかなみたいな伏線をちょっと感じざるを得ない。うん、まあ、ゾロも言うてますしね、うん、お前の武器くれやみたいなね。そう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 、まあ、それはそれでいいとして、でうどんに向かうオリンさんたち、チョッパーたちで、うどんの中で戦い続けるルフィたち、そう、でいろんなところでこれ物語で動いていくんだけど、はい、ここら辺で一番重要なのは、なんと言っても見えてきた男ちゃんと小紫、そうそう、剣士様方どうかお助けよっていうことで、牛鬼丸と今ゾロは戦ってるわけなんだけど、うん、そこに現れるんだよ、もうそのオロチ城から逃げてきた2人がね、うん、でそれを追ってきたのが人斬りかまぞうっていう、なんかフワ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 って常に笑って気持ち悪いやつやねん、こう。そう、まあなんかこれ街を騒がしてる3人のうちの1人なんですけどね。そうそうそう、でこいつがね、まあ後追いで追っかけてきて、そう、小紫たちを殺そうとするんだけど、それを助けるのが、うん、まあ、ゾロで、ゾロは うまくね追っ払うことに成功するんだけど、ゾロも、うん、あの鎌でねここをグサッてやられて、結構な重傷を負うんだよ。いやだから結構こいつ強いやつなんですよね。そう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 、でなんとかなんとか最後はね、うん、三刀流煉獄鬼斬りっていうことでね、なんとかその人斬りかまぞうを倒すことに成功しますと。そう、だからここでね、あの表紙で鎌持ってたんですよね。そうそうそう、ここね。そう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 、うん、はい。で第938話女の秘密ということで、まあかまぞう倒すんだけど、ゾロも倒れます。そう、相打ちみたいなもんよね。ちょっと相当だよね、うん、このゾロをやっぱり気絶させるぐらい腕前やから。そう、そう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 。でここでいいのがなんか牛鬼丸がもうなんか攻撃してこんかったことですよね。そうそう、なんかさっとね、うん、何か見届けるからのようにっていう感じだよね。でもなんとね、はい、重要なことが分かっちゃいます、トヨさん、はい、なんとさっきの小紫、はい、助けたやん、ゾロがね、はい、日和様でした。ってなりましたけどね、これで。そうそう、まあ、大方みんな予想は合ってたんじゃない。いやまあそうやけど、でも早めに答えを教えてくれるってなんかすごいいいよね。ねえ、光月桃之助、私は妹、日和と申しますって言ってます。いいよね。まあゾロはね、光月桃之助のそのなんかいきさつみたいな今知らないから、時々の実とかのこと、うん、だからふんみたいな感じなんやけど、これすごい重要なことだよね。で、さらりと、そう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 。で第939話、はい、老いたる表は道を忘れずということで、うんうん、昔話をねちょっと日和様がしてくれて、こういう昔話が好きなんだよ。おう、そう、やっとなんかちょっと分かる感じやん、まあ、真相がね。そう、20年前の私もまだこの子のように幼かったけど、あの日のことを忘れません。燃え盛る炎の中、目の前で兄たちがどこかへ消えてしまったんですから。同日に父おでんを失い、母をも失い、ある日突然全てを失って、兄は20年後に帰ってくると言われても、そんな雲をつかむような話に希望なんて持てなくて、当時は生きる気力さえ失っていましたっていう感じですね。そうですよね。まあゾロも聞くんですよ、まあみんなそう聞きたいよね。うん、お前も一緒に未来へ飛んだんじゃダメだったのか。私か兄か片方に何かあった時、光月の血が途絶えないようにと。もうね、トキさんもよく考えていらっしゃる。いやー、武士って大変大変だよね、うん、でもなんかね、小紫あんま好きじゃないんだけど、日和様の笑顔めっちゃ好き。そうっすね、うん、なんか初めて心を割って話せる人が現れたっていう、うん、ゾロとお似合いなんだよね、しかもちょっとね。ねえ、まあ後でちょっと言おうと思ったんだけど、この辺からもやっぱりゾロが和の国出身じゃないかっていうことがよくわかるんだよね。なんかそんな感じですよね。そう、お似合いなんだよ、不自然と。そう、でこれ日和様と会った時にやっぱ話してたのが、うん、まあ、まずやっぱ日和がね、そのゾロに対して「桃之助知ってるんやったら、うん、え金右衛門さんとかも知ってるんですか?」とか、うんうん、でその中でちょっとね「菊之丞」っていう単語が出てくるんですよ、うんうん、で菊之丞って単語が出てきた数ページ後に赤鞘国男っていうここにだけいますよみたいな絵とともに紹介されとって、そこにはね「お菊」って書かれてるんですよ、うんうん、あれ菊之丞とお菊ってみたいな、うんうん、あこれやっぱお菊さんって結局男なのみたいな、うん、なんかで20年あって、まあ、性転
換されたんかなみたいな。そう、まあホルホルの実とか。なるほど。そうそうそう、まあそういうことがあったのかなってのはちょっと思ったんですけどね。ああなるほど、ね。まあ結構男説ってのはずっと言われてるじゃないですか。男の時は菊之丞って名前やったんかなみたいな。ああなるほどね。そう、うん。確かに確かに。っていうのはちょっと思いましたね。はい。まあコミックスある人はちょっと見てみてください。ぜひ、はい、そう書かれてるんで。どん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 進んでいくね。はい。でね、うどんの中で、なんか、すっげえ厳重に警備されたやつおるやんか。そう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 。そうそう。あいつもね、ルフィたちのね、相撲をすごい見届けてるんだけど、うん、まあ、兵庫の大山君で知ってるわけよ。あいつだけは殺させるなよってルフィに対してね、思っとるんですよ。そう思ってる。だから、すごいやっぱ兵庫の大山君って重要なんだね。そう。しかもその兵庫の大山君が、そのアルパカのやつがおるやんか、このね。アルパカマンですね。そう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 。それに対して、覇気を使うんです、武装色の。そう。ドンつって。で、アルパがね、ガフッって倒れるんですよ。うん。お前さんがやりていいこと、もしこれなら少しは力になるかもしれんって言って、まあ、ルフィはほんと自分の実力を上げるためにね、今やってるようなもんだから、そうそうそう。これ新しくね、なんか次のステージがありそうな気配がするんだよ。ねえ。そう、どんどん行くよ。第940話、反逆の火種っていうことで、うん、なんとね、覇気、お前さんらが覇気と呼ぶ、それを和の国では竜王と呼び、流れるという意味を持っているということで、そう。これあれだよね。完全にその見聞色が空島の人がマントラって言ってたと同じよね。全く同じですよね。方言みたいなもんで。そう。場所によって呼び方が違うと。で、それを竜王と言うんだって。そうそう。なんか覇気が流れてって、ルフィもイメージトレをしながら相手をどんどん倒していく。そうそう。昔レイリーがやってくれたやつを思い返しながらやってるんですけど、うんうん。まあ、そこでやっぱ表示がね、まあ、ちょっとヒントをくれるって感じですよね。そうそうそう。ここでまさかのね、その実践の中のなんか修行みたいなのが始まります。そう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 。まあ、ルフィは最初からなんか修行としか思ってないんだけどね。そう、とんでもないやつだね。もう、お前、間違えたら死ぬで、みたいな。ねえ。うん。本当にいい意味で展開の予想を裏切ってくれるよね、なんか。ですね。小田先生ってね。すごいよね。でね、なんか花の都では、まあ、小紫って本当にすごい人物だったんだろうね。うん。みんなで、お葬式みたいな感じでね。うん。国中なんかこう、なんかでっかい写真を立てて、みんなで回るんだよ。そうそうそう。そう。友康みんな覚えてる？覚えてますよ。そう、友康が処刑されるんだよね、いよいよね。そう。だからその友康って実は、下月安家というね。ねえ。大名やったわけよ。って感じですけどね。そう、まあ、大人物であろうってことは、まあ、前から予想できたけど、うん、まあ、言ったら、おでん様と昔一緒に共にしたような大名なんですよね。そうそうそう、お前偉いやつやんなって感じですよね。そうそうそう、もうここもめっちゃ楽しいから、もうどんどん行くよ。第942話、白米大名下月安家ということで、回想、久しぶりのこれ過去回想ですよ。ねえ。そう。おでん様がようやく喋ってる姿が見れるんですよ、これ。そう、まあ、シルエットなんですけどね。そう、でも結構やんちゃそうな感じやね。うん。手にはなんかおでんのシルエット持ってんだよね。そうそうそう。まさにね。みんな言ってるぞ。光月すき焼きの亡き後はおでんにあらず。安い将軍だって。とね。だから、おでん様と肩を並べるぐらいに大人物なのよ。そう、まあ、大したやつなんですよ。そう。だからみんなね、群衆の人たちも、安家様、私は白米の出身です。安家様、よくぞご無事でっていうことで、すっごい慕われよ。もう、おる人と全く違う。そう。だってもうね、町から、ほんま外の町からも駆け込んでくるからね、人が。そう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 。いや、これ、えぐい騒ぎだよね。うん。いや、最後の最後で、もう、ま、あとページもほんとちょっとしかないんだけど、そう。そう、友康とかおでんについてもっと教えてっていうような感じなんだよね。そう。そうそうそう。で、なんとね、友康が処刑されちゃいます。そう。なんか間一髪、ゾロとかが助けに来んのかな思ったら、いやもうね、パン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 パーンってみんなが歌えてしまうんですよ。そう。マジかよ、と。でね、不思議なことに、みんな安家様って慕ってるんだけど、ヒャーッって笑ってんねん。もう笑い声が、はははははみたいなのがね、響き渡ってるんですよ。そう、ゾロもめっちゃ、キレてんのよね。そう。何がおかしいんだよつって。で、男ちゃんまで、まあ、当然笑ってるので、男ちゃんのお父さんだよ。そう思います。ねえ。でもそこでね、日和様が教えてくれる言葉、これめっちゃ重要で、いつも笑ってる恵比寿町の人たちは苦しくても悲しくても顔に出せないんです。笑顔以外の全ての表情を奪われ、笑うことしかできなくなってしまったんです。海道とオロチが持ち込んだスマイルという果実のせいで、はい、終わり物語。ってとこで終わりますよね。ちょっと待ってよと。いや、スマイルってそういう意味かーいみたいなね。そうそう、結局スマイル、時代はスマイルだってはっふふふふって言ってたやん。若き日の、まあ、捉えられる前のそのドフラミンゴさんが。そうですね。ようやくここでスマイルっていうものがこう回収されかける。そうね。だから笑ってることの理由っていうのがスマイルによるものだっていうことが分かって終わるんだけど、それが具体的にはまだこの間では分かりません。そうなんです。そう、
気になる方はジャンプ派になってみてください。ぜひ分かってるんで。今のところ6号ぐらい遡ったらこの続きから読めるみたいです。そう、こっから先も怒涛の重要な展開になるんで、はい、ぜひ見てください。ジャンプ派で。で、僕最初に、はい、これ93巻で好きなポイントがあるって言ってて、はい、その最後が今から言うことなんですけども、はい、サムネとタイトルにもなってる通り、はい、僕はゾロは和の国出身だと思ってるんですけど、まあ SBS のね、前の方の巻で、まあ、一隻の船がイーストブルーにたどり着いたっていう描写が あったじゃないですか。大工の港間がどうのこうのですね。そう、それが僕は結構ゾロの師匠の幸四郎先生と、はい、ゾロとかクイナはちょっとわかんない、まあクイナも多分そうなんだろうね、うん、だと思ってるんですよ。で、なんでそういう風に急に思い始めたかって言ったら、はい、やっぱり大事な娘がね、階段から落ちて死んじゃって、いくらちょっと憔悴しきってたとこにオファーしたとはいえ、はい、大事な形見の刀をゾロにあげちゃうのかなって俺やっぱ思うんだよ。ああ。そう、だって大技物って1000万ベリー以上の価値はくだらないって言われてるから、ね、それをね、もうほんと子供にぽいいいと思って言ってあげちゃう一言で、あれ簡単だなって。だってたくさんの門下生がいる中でなんでゾロだけそんなひいきすんだよってすごい思ったわけよ。まあ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 、そう、でももし幸四郎と同じ和の国の出身だったら、いずれこれが和の国に行くだろうっていう、なんかゾロに思いを託したのではないかっていう風に思えてきちゃうんですよ。なるほどなるほど。で、やたらとね、なんか僕思うのは、やっぱアニメのワンピース見てるんだけど、やっぱ長峰監督に変わったのもあるんだけど、はい、やっぱゾロがね、このなんか氷炭型のお酒をこもって、その桜のなんかこういうとこ歩いてる姿が、はい、故郷に帰ってきたような、なんかすごいするんだよ。なんか。あー、なるほど。そう、生まれ故郷になんか懐かしいの戻ってきたみたいな表情してる感じに見えちゃうんだよ、僕はね。はいはい。だから、それもあるし、さっきのスナッチの件、そう、桃の好きにスナッチって掛け声を教えてたのは、まあそれは和の国では不吉な言葉っていうふうに言われてるんだけど、うん、幸四郎先生から多分聞いたんだろうね。なるほど。そう、だから幸四郎先生も和の国にいたからこそその言葉っていうのが受け継がれてる気がする。意味は分かんないよ。そうですよね。そう、でもそういう気がするんだよね。おー。そう。だから、じゃあ、そういうたくさんの、まあ妄想のエビデンスっていうのがあるんだけど、はい、決定的に僕が思ったのは、はい、この今回、93巻の、第942話、白米大名、下月安家の回なんですよ。はい、はい、はい。で、ここでね、過去回想がまああるやんか、はい、まあ、さっき過去回想好きって言ったやんか、はい、まあ、さっきさらっと流したよ。よーく見てほしいね、このね、故に我々は鉄壁の軍隊でなければならぬって友康が言ってるやんか。言ってますね。ウォーみたいな。そしてウォーってみんな言ってんだよ。言ってますね。ここの胸のマーク見てこよ。おー、まあ、刀が交差してる。そう、このマークどっかで見たことない。どこですか。なんと、はい、幸四郎先生のね、扉に終わるやんか、はい、ここなんですよ。おー、そう、え、今多分画像出てると思うんですけど、みんなどう思う？幸四郎先生の氷の左胸のところにあるマークと、おお、一緒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 なのよね。同じやつや。そう、一緒なのよ。すごっ。そう、だからもしかしたら、はい、このうおーって言ってる中に幸四郎先生いるかもわかんないね。マジかよ。そう、そう思うとやっぱり何か事件があって、そうそう。で、今ゾロって21歳やんか、はい、で、その光月時様が20年後に飛ばしたその桃之助様とかって言ってるから、20年前そのクーデターみたいなのが起こってるわけやんか、はいはいはい、だからゾロは当時1歳なわけ、はい、そう、だからまだ子供だったゾロは幸四郎先生たちともにこう外にこう逃がされたんじゃないかなと。おお、全てのこう辻褄が合ってくる気がするんだよね。なるほどなるほど。そう、下月村ですもんね。そう、まさに下月村っていうね。それもなんか下月と安家様に、使えてたんでしょうね、その幸四郎先生は。だからその名前を取って、下月村っていうものを作って、そこで強い剣士を育てるために道場を建てたと。で、クイナがやっぱ死んでしまって、その刀っていうのまたこれ和の国に戻ったらいいな、世界一の剣豪を目指してほしいっていう意味で、ゾロに刀を託す。それが今、偶然からゾロ和の国に戻ってきてるんですよ。好き。これめっちゃ面白くない？この展開。えぐいっすね。そう。え、だってゾロの刀って、じゃあもし和道一門でも和の国出身やったら、秋水も和の国だやし、うん、三代季節も和の国じゃないですか。そう。えぐくないっすか？えぐいんだよ、だから。え、もう和の国の侍やん。そう。皆さんはどう思いますか？はい。ぜひね、こう思うとかっていう意見があったらぜひコメント欄でください。はーい。次回は？次回は、まあ、ワンピースってめちゃくちゃたくさんの感動シーンあるわけじゃないですか。めっちゃあるよ。
そう思ってた頃からワノ国もいっぱいたくさんの感動シーン出てくると思うんですけど、その感動シーンをね、あの人にちょっと呼んでもらおうっていう、もう涙涙の企画です。まさかあの人というのは、はい、いやもうそれはまだ言えないんで、気になるよーってしたらチャンネル登録しておいてください。うん、楽しみに。はーい、それでは See you。 バイ。わたー、おっしゃねー、めっちゃ喋ったけど、これ尺どんだけなってんのかな今。いやー、また長いな、編集大変だな、やだなー、やだよー。あー、この和の国うどんで雷蔵が円筒の術使ってるんですよ。これ一貫で山賊ひろまが使ってるのも一緒技なんですよ。